一部の熱狂的な人たちによる文化サブカルチャーについて、私たち君ともキャンディー、ここでコル七重がお届けします。みなさんこんにちは。こんにちは。君ともキャンディーのアイドルオタクのあの最初から君ともキャンディのアイドルオタクのアイドル、あなたの心の一番になりたいマイペースなリーダーのアイリと、あなたの近くの 2.5 次元リナタンがお送りしていきます。イエーイ、はい、ということで今回はアイリナコンビです。サブカルドン初回しし初回ですよ。この放送なんと初回お、ね、もう最初も最初ですよ。もうリナたちにのしかかる責任は重たいね最初からねちょっと詰まるわけにはいかんから、今日は頑張っていきたいと思います、ね。はい、最初の自己紹介ちょっと、うん、だいぶ最初からちょっと詰まってしまったけん、あ、ちょっと待って、大丈夫、いけるいけるいけるわ、私たちにはできるわ、いけるわ、頑張ろう、頑張りましょうね。はいはい、まあ、ということでサブカルっていうことでね、はい、なんかリナもさ調べたんやけど、うん、なんとってサブカルって言ったらね、なんかまあ、一般のことよりちょっとなんかなんだろうね、マイナーっていうか、うん、まあなんか主流じゃないというか独特の文化とからしいんよね、はいはい、うん、でなんか調べたところによると、まあ、その線引きって難しいんやけど、どこからがそうなんとかって。でもなんかまあ具体的に言ったらアイドルとかもそのサブカルの一つらしいんよ。はいはい、らしいんですよ。だけどもディナたちさ存在自体もなんかサブカルなんやけどね、サブカル女なんやけどさ、サブカル女ならドンになっとるってこと。ご飯の上に乗れるから、ね、そうだね、どんだね、どんだね、どんだね、はい、もうね、アイ先輩こんな感じで、今日もこんな感じで、はい、はい、まあ、アイちゃんあれじゃないの、アイドル好きでしょ。そう、もう完全にもうアイドルやし、うんうん、あ、やし、アイドルやし、やし、アイドルオタクなんですよ。さすがやでもな、そう、本当にもう、うん、AKB48 さんが大好きで、うん、ちょっとね、なんかでも、はい、誰が好きですか。小島春菜ちゃんです。ですね。可愛いよね。その魅力、魅力ちょっと教えて。じゃあ、もうなんだろうね、アイリーも本当にずっと言ってきたんだけど、うん、中学1年生の時からずっと好きで、うん、こうこの本当に君ともに入るきっかけになったんも、うん、小島春菜さんがいたからやし、そのなんていうの、握手の対応とかも、うん、なんかテレビのまんまっていうか、なんかその、うん、あーみたいな、あーなんとかだよねみたいな、あーみたいな、そうそうそう、もうそのまんまだって、あ、もうこれは本当に可愛いと思って。そうなんや、もうにゃんにゃんは本当にやばい、可愛いよね、可愛い、わ、うん、かる。なんかリナもね、昨日ちょ、ほんまにちょうど昨日なんやけど、うん、え、昨日、いや一昨日かも一昨日忘れた、カラオケ行ったんよ、うん、ほんであの昔の AKB48 さんの曲をね歌ったんやって。じゃあさ PV 流れるんやんか、うん、小島春菜さんがすごい、若い時、若い、可愛かったね。可愛いやろ。え、可愛いって言ったもんね。アイリー、あの大声ダイヤモンドの時の小島ちゃん好き。小島ちゃんやって、小島ちゃん小島春菜さんが好き小島ちゃん好きなね好きなんです。まあね、ライブとかもやっぱり楽しい。楽しい、うん、でも劇場公演にまだ行ったことがなくて。あー、そっかそっか。そう、一回行ってみたいなと思って、うん、行きたいね。行こうよ行きたい行きたい行こうよ本当に。いいじゃん。なんかさ、リナもそのエビチューさんが好きでライブに行ったりするんやけど、いや、いいね、ライブはやっぱいいよね。いいよね。そう、なんか、うん、非日常感味わいまくりやね。うん、なんかなんやろね、あの一体感もすごいし、てかファンの人らはさすごくない。え、なんかファンの人たちのなんかペンライトの、うん、ペンライト、そのチームカラーによってあるんやけど、うん、そのチームカラーとか歌う曲によってペンライトが変わったりするの、うん、それがすっごい綺麗で、へー、もうずっとこれ、あ、すごい、めっちゃ綺麗って言いながら見よる。あー、そうやね。リアナちゃんもいつかそんな感じのことね、ライブができたらいいんですけどね。けどね、まあ、まだまだね、ね、そうですね、遠い道のりですけれども、道のりが遠い、まあね、やっぱでも憧れるよね。憧れる、憧れの対象でもあるよね、アイドルっていうのは。リアナたちにとってはね、はい、そうか。まあ、リナはなんかさ、そのアイアイとか、うん、あとは HKT だったらナコタンとか、うん、やっぱりなんかね、可愛いなって思って可愛いよ。あと最近ね、リナたんちっちゃい子好きやね。ちっちゃい子好きだね。そう、ほんでそれでさ、あ、なんかエビ中のね、あの、うん、中山莉子ちゃんっていう子が、うん、もう最近すごい好きでリッタンってんやけど、うん、可愛いんだ。やばい、推し編、推し編はしてない。推しまし、ちょいましやっぱ基本的にはアイアイが追ってのよ。あ、なるほど、追ってのリッタンだな。可愛いんだって。
ほんまになんかね、そうリナ的にはなんかもうね、あ可愛いなってめでる対象でもあるなっていうのもある、あの憧れもあるけど、なんか、うん、やっぱ二次元キャラに対する気持ちにちょっと似たとこもあるかもしれんね。そういうので言えばね。なるほど。あ可愛いと思う時あるもんね。わーってなる。なるね。でな、最近さ、あのアンサンブルスターズっていうゲームにハマったんやけど、うん、そのキャラがさ、なんかさ可愛いんやって。可愛い。可愛い。見たい。男子高校生なんやけどね。男子高校生って可愛いの？じゃあなんかあのキャラのようにやけど、かっこいいキャラもおるんやけど、リナが好きなのは可愛いキャラで。妹じゃない、なんか弟キャラみたいな感じの子。弟、え、なんかリナが本当に一番に好きな子はあの高校3年生 で見た目がなんかほんまに可愛い可愛いなんやけど、頑張ってお兄ちゃんしよるみたいな、がさもさ、そうだね頑張ろうね頑張ってるねみたいな。え、それって可愛いの？可愛いんだ。え、見たい。じゃあちょっと見せてよ後で。うまかった。なんだったっけ、アンサンブルスターズの。アンサンブルニトナズナくんです。ナズナくん可愛いんだ、ね、絶対興味ないよ。へえって言ったよ。へえって言ったよ。まあね、そう、うん、まあね、可愛いね。いいね。そう、まあ、まあでもアイドルって言ったら、うん、握手会とかもあるじゃん。やっぱ芸能人の方って女優さんとかもそうやけど、なかなか会えんじゃん、うん、そうだよね。だけど AKB さんとかアイドルさんはこう会いに行けるから、うん、そうだね。その面いいと思う。あー確かにね、握手会一緒行ったよね。行った行った。みんななこたんと握手したもん、可愛かった。あにもやんやんと握手した。話したよ、いっぱい話した、いっぱい話したね。結構でも結構ダメ出されてなんか田舎臭いとか、つらい、芋っぽいとか、つらい、なんか私服ダサいとか、つらい、それはつらい。でも言い方がめっちゃ可愛くて。あ、そうなんや。で、にゃんにゃんって多分握手会でそんなにあんまり話すことがないから、うん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 、あ、そう、いったやん、いったやん、あー、そうなんだぐらいだったじゃん。え、だってリナなんかね、どうやったらにゃんにゃんみたいに可愛くなりますかって言ったね。うん、大人になったらだけだったけんね。あ、はい、わかりました。そんな感じやけど、結構喋ってくれて、うん、もうね、めっちゃ走ってたよな、リナだーって、ね、興奮しとったね。めっちゃ興奮しとった、うん、そんな、ね、なこたんもね、対応良かったって。なこたん可愛かった。でも、あの子も可愛かった、みくちゃんも。あ、みくりんも可愛い、HKT さんのなんですけど。可愛かった。もういかんねん、いかんねん。可愛い。握手会ね、また今度あるのよ。行きたい。そうなん、撮っちゃった。え、撮ったマジおい、リナー。でもまだ受付しとる。ほんま？でもまだ受付しとる。あ、でもこの放送の時にはもうダメかもしれない。ああね。うん。今の段階ではね。今の段階では。なるほどね。ちょっと見てみるわ。私。見てみて。見てみるわ。まあいいんじゃないですか。ね、基本的に私たちオタクだもんな。そうですね。もう基本的にオタクです。ね、オタクでも素晴らしいと思うよ。素晴らしいよ。ね、もうサブカル万歳だよ。サブカル万歳。え、オタクもアイドルオタクもサブカルに入るの？でもさ、ペンライトとかさ、こういうなんかあるじゃん、一部の。オタゲ？そう。なんかサブカルって一部の人になんかっていうやつやろ？うんうん、まあそうだね。なんかさ、オタゲとかもさ、まあそんな感じ。サブカルね。そうだろうね。すごいよね。まあね、奥が深いね。そう、なんかね、なかなか。難しいなきゃ、調べてみなきゃね、ちょっとね。で、私たちはまだまだ無知ですからね。無知ですね。このラジオを通してちょっとずつサブカルについてこう、そうですね、ガン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 話せていけたらね。はい、はい、まあ、そんな感じでね、まだまだ話したりね、ちょっと。もう終わりの時間なの？そうよ、早い。10分ってマジ早いけどね。早い、全然話したりてない。やだ、まだまだ話せるね。一生話しとけるかもしれない、ね、あと30分は話せるかも。はい、まあそんな感じでね、はい、またあのレアたちの放送もあるからね。はい、またね、次回ってきた時になりますので、次回お楽しみにしていてください。お願いします。はい、ということで以上、私たち君ともキャンディのアイリとリナタンでした。